おぉ、はい、こんにちは、小太郎です、今日も元気にやっていきましょうということでね、リュウ君、今日元気やっていきますか？出た、なんかさ、その絡み割と使ってるべ需要はないよはい、ということで、なんか絡まれたんで絡んでないな、お前なはい、こんにちは。こんにちは、スワックル一同です。一同一同以下省略されたんだけど以下省略されたんだけど誰画面つめっちゃバッシング食らうやん俺ということで、僕たちはね、年内にチャンネル登録者数5万人目指しておりますのでね、はい、そこね、ぜひ、皆さんも応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。で、あとはいで、あと、もう少ししたらこれ T シャツを作ります。いやー、来た。で、今回の T シャツは布生地で、もうなんだろう、夜フラッとコンビニに行くときとか、友達夜ちょっと集まるときとかに着てほしいように作ったんですけど、友達いないやつどうすればいいんですか？お前や、お前しかいないよ俺、お前らいるから大丈夫。お願いします。はいはい、ということで、まあ軽く綺麗に家とかにも来てほしいんですけど、でも僕らはそれでバスケしちゃってて、全然バスケもできるんで、もうなんだ、一石二鳥っていうか、でももうなんだろう、海外とかアメリカとかでももう布生地の方がバスケしてる人多いから、うん、NBA 選手とかもそうだし、NBA のワークアウトとか、そうそう、見たら分かると思うんですけど、結構みんな布生地っす。布生地でいきます。はい。で、今日の動画の見どころをお願いします。今日の動画は結構ネタが尽きてきたので、また僕とコツくんでワンワンしてみたよ。チキンチップ。わお。コツくん、すごい映えるプレー見して。あっ、9点待っちゃう。うおおお、おお、あー、きつい。最近あれガチの技になってきたね。最近それめっちゃやってるの何なの？あのね、あ、気づいたらできる。でもなんかすごいアンチいるべ、なんかまぐれじゃねえみたいな。ああるす、別にまぐれじゃないべ、あれは。あれまぐれじゃないっすもう、まあ、結構まぐれっぽいとこある要素あるってこと？要素ある。
今ね何点？4。いや、ちょっと頑張っちゃおうかな。ということで4-2でして、これからも引き続きやっていきます。コツくんのファン誰？最近めっちゃお前もやってくるで。僕ファンで、うん、なんか身についてマジで気づいた。いや、あの本当に、まあちょっとこれ余談っていうか、割と話したい余談ではあるんだけど、うん、あの僕バスケする環境っていうのがここぐらいしかないんですよ、撮影しか。だからその自分のスキルアップの場所がここってなると、彼らのスキルを盗むとかしかないんで、まあ真似てるわけじゃないですけど、な真似てるわけじゃないですけど、そういうスキルがちょっと、いや一緒のやつは自然になんかちょっと似てくっていうか、だって俺ら口癖とかも一緒じゃん、うん、それで一緒っすよ。ということでやってます。あったね。やめえな、こいつ。あれあれ、だんだんなんか動けるようになってきたけど、今月1位いけそうだね。今月1位狙える？今月売り上げ1位いけるね。やれそう。あいつうまいんすよ。頑張ってください。ドロップセット効かないんですよね。あ、彼にですか？正面入ってる。それごとどけられちゃうんで。なるほど、本気見してください。もう一回来いから行こう。さあ来いって言って。じゃあ今、はあ、特定お前って、今8対2か。さあ来いみたいな。あ、じゃあ待って、普通の雰囲気から言い出して俺追ってくから。じゃあ今いくつラスト、今8ですか、うん、僕あと1点ですか、うん、あ、君1点で悪いです、うん、じゃあ頑張るぞ。来い、守るぞ。フェンスだ。こいつは大体7割方右なんだ。だから右に方向付けて、思いっきりこっちに今度は方向付けをする。そしてスリーポイントも要チェックだ。そしてこの方向はよし。あっはっ、初に負けた。俺までいいか。さあ来い。こうやってめっちゃ、あー下を噛みました。僕オフェンスじゃないの。お前ファールないみたいな言ったやつ思い出した。自分で言ったこと思い出した。じゃあラスト頑張ります。こっからっすよ皆さん。いいよ。
待って、めっちゃ長いのやんね。めっちゃ上からやんね。いいよ、こっからですよ皆さん。僕が勝ちます。くれたんじゃん。ご視聴ありがとうございました。皆さん、お疲れ様でした。いかがだったでしょうけども、ボツくんには勝てねえよ俺。つまんなかったでしょう。もう見飽きたよ。ということで、ね、お互いナイスプレーだと思った方、まあ、高評価をしてくれてもいいし、今日の動画つまんねえし飽きたよバカ野郎と思った方は低評価を押してください。もうどっちか絶対押してください。これ低評価で、どっちが多いと思う？低評価。